また一方的に値上げを通告していくんですね、はい、約束を守るつもりは最初からない、はい、それをまるまる信じてそれを話している日本のコメンテーターも結構いるんですよねところでそのことがですねよくわかるような話が一個あるんですよねロシアとウクライナの ガスをめぐる紛争ですね、はい、どういうことやっていうとロシアは石油も天然ガスも大変豊富で、えー、その資源を輸出しては外貨を稼ぐとただしその資源を売る以外のさしたる産業は全然ないと、えー、だから経済もちょっとも良くならないんですけどね。 ただまガスや石油の値段が上がれば経済良くなるというそういう状況にある国なんですが、ウクライナにはエネルギーがないと。だからウクライナは生きていくためにロシアからガスを買わなきゃいけない。そういう関係にある。で当然ながらウクライナはロシアとの間で契約を結んで毎月あごめんなさい毎年何万立方のまガスを買いますよと。 で、値段はこれこれこうですよと。とね。当然ですよね。値段も買う量も決めて、そして安定的に買っていくわけですね。ウクライナはでロシアは最初約束を守ってまあ、売っていくんです。ところが途中でまだ契約期間が切れていないのに。まあ、これ高くしようかな。みたいな、はい。契約に反して、えー 値段を釣り上げるんですねロシアは契約なんか関係ないですから相手が困ってるんだろうと嫌、えー、だったらもう売らねえぞという話なんですで、えー、2006年2006年に、えー、それをやるんですねまずロシアはでそうするとウクライナとしてはいやいや契約通り売ってくださいよってまず言いますいやいや,いやも,もうそんないや値段高い値段が嫌だったらもう売らないよといううにロシアは言う。 でもウクライナは困って困り果ててしょうがないとガスが入ってこなかったらもう国が立ち行かなくなると仕方なくその値段の釣り上げに応じて高い値段でまた契約をするということをやりますでしばらくして3年ですねまだ契約期間が残っているにもかかわらずまた値上げしようかなちょっとねロシアとしてももっと金欲しいもんねというわけでまた一方的に 値上げを通告していくんですね、はい、勘弁してくださいよとウクライナとしてもそれはダメだよと言うんですがいやいや嫌だ,だったらもう売らないよとえいや契約にあるじゃないですかと毎年これだけ売るって契約にあるでしょこういう値段でこれだけ売るっていう契約があるでしょって言ってもいやいやダメいやだ売らないというわけそうするとウクライナ困るからしょうがないと。でまたこの値段の釣り上げに応じて。 また契約を締結するそして5年後2014年ですねまた同じことをするわけですロシアはまだ契約期間があるのに値段を吊り上げるでウクライナもですねさすがにそれはおかしいだろうともう2回やったんですよと契約に反して勝手に値上げするのに今まで仕方なく従ってきたじゃないかとまたですかというわけで。 契約書にですね、この契約に基づいて契約取引をするけれども紛争が起きたら国際仲裁裁判所でもって決着をつけるというふうに契約書に書いてあるんですねでその契約書の条項はロシアの要求でもって入れた条項なんです、はい、じゃあしょうがないともうこれはもう提訴するとストックホルムにある、えー、国際仲裁裁判所に 提訴したんですウクライナは、はい、で判決が出2018年短く言うと裁判所では「ウクライナ全面勝訴」。それはそうですね契約書があるんですから契約書の通り売りなさいとこっから先も売りなさいと値段はこれこう,こうですよと契約書の通りにしなさいよという判決が 仲裁裁判所から出ますところがですねロシアはその間すごいお金を使ってプロパガンダをすするんですウクライナはロシアのガスを勝手に抜き取りましたとかねロシアのガスを買っていながら代金を払わないとんでもない国だというふうにプロパガンダをするわけですずっと。で日本なんかそれをほぼ信じてたんですね。でヨーロッパも それをほぼ信じてたようですところが2018年に裁判所の判決が出てあ,あなんだウクライナに何一つ悪いとこなかったんだロシアが契約に違反して勝手に値段を釣り上げるととんでもないことをしてたんだ。ということでロシアが悪いってことにヨーロッパは気づくんですがじゃあロシアはどうしたと思いますロシアは裁判所の言うこととななんか関係ないと 自分でその仲裁裁判所に訴えるんですよってに契約条項に入れていながらですよその結果が出ると関係ないともう占いと裁判所なんか関係ないんだとこういう態度なんですね、はい、見事ですよねこれ見事っていうのはアンドリーさんが言っているようにロシアは相手を油断させるために約束をする約束を守るつもりは最初からない その通りの、まあ、とんでもないウクライナ vs ロシアのガス紛争というふうに名付けられていますけれどもこの時ウクライナがですねこれまたその何でと思うんですけどこのストックホルムの裁判所から判決が出て今後2年間契約通りロシアはガス,ガスをウクライナに売らなきゃいけませんよという判決が出てその時にウクライナはもう判決が出たから 当然ロシアはそれに従ってくれるだろうと思い込んで2年分のガス代を前払いしたんですねちょっとそれはどうかなと私は思いますそしたらロシアは裁判所の言うことなんか関係ないと言ってガスの供給をストップしたんですねそこまでする国なんですが今あのロシアがウクロネに侵攻してさまざまなそのデマが流れているんですが その中で盛んにいやいやロシアの侵攻は確かに悪いけれどもウクライナにも相当悪いところがあるよねという情報がいろいろ流れているんですよね、はい、これはまさにロシアの情報戦のまあいわば勝利と言ってもいいほどさまざまなそのいやそうは言ってもウクライナが悪いんだと NATO が悪いんだということを盛んに、えー、情報として流れて。 それをまるまる信じて、それをしまあ。話している日本のコメンテーターも結構いるんですよね。これが困ったもんですよ。えー、これでウクライナの人はまたそう,う怒りに火を注いでる。というやつ。そういう状況に陥っています。ところがですね。さすがにそのガス紛争もあり。そして。ロシアのクリミア併合もあり。ウクライナ人はとうとうその。 ロシア人を信じる、プーチンを信じるっていうことをやめたんですよね基本的には停戦交渉でもロシアを信じることから出発するような停戦交渉は一切しないとそしてロシアが何を言っても徹底的にまずは抗戦するんだと戦うんだという意思を示しているでしょ。う、まあ。それれ、はロシアに何度も裏切られ何度度もも、ら ととんんででもなないい目に合わされててきたウクライナが今決意していることなんですよねだからいやいや早く停戦すればいいじゃないですかいやいや停戦というのはロシアの続国にななることなんですよね早い段階での停戦というのは戦わずして停戦するっていうのはロシアの要求をそのまま飲むってことを意味してますからそんなことは絶対にできないというのが今のウクライナ人の なんです、ね、チャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい